こんにちは、スティービーツキパパです。よろしくお願いします。本日は長年愛用しているナイキのキャップを新しく新調したので、そのキャップの商品レビューとコーディネートをご紹介したいと思います。ちなみに今日は先日ご紹介したニューエラとゴアテックスのコラボキャップをかぶってます。そして今回新しく購入したナイキのキャップがこちらです。じゃん、ナイキドライフィットアジャスタブルキャップです。価格が2750円で、カラーはネイビーを購入しました。サイズはフリーサイズです。よく今までの月 TV の動画内でもこの同じやつの黒を被ってたんですけども、今回はネイビーを購入しました。本当はできたら黒が欲しかったんですけども、インターネットでいろいろ探したんですけども、黒がなくて今回はネイビーを購入しました。で、素材が一応ナイキのオリジナルの素材ドライフィットでできてます。で、この後ろの方にもドライフィットってそのまま素材の名前が入ってるんですけども、よくナイキのスポーツウェアとか T シャツとかでも使われてる素材なんですけども、まあ簡単に言えばナイキのオリジナルの吸水速乾素材なんですけども、ポリエステルなんですけども吸水速乾できるという、もうほんとさらっと、特に夏に向いてると思います。実際肌触りもすごい滑らかでさらっとしてますし、あの汗とかかいてもすぐに外に放出してくれるという機能性素材になってます。で、表地は完全ポリエステルなんですけども、裏地は少しコットンも混ざってるんで、さらに肌に当たる部分は柔らかいです。素材感こういった感じです。生地自体も結構薄いですし、もうほんとどっちかというと夏向きだと思います。まあ、僕黒全然冬とかにも被ってたんですけども、まあ、オールシーズン使えると思います。で、まあなんといってもこのフロントのナイキのアイコンロゴスーッシュが刺繍で入ってます。こんな感じです。まあ、ナイキいろんなキャップありますけど、あのナイキのアルファベットが入ったロゴとかもあると思うんですけども、僕この一番シンプルなこのスウッシュだけが入ってるやつが好きで、でこのスウッシュが入ったキャップ他にもいろいろあるんですけども、このいつも被ってるやつのいいとこは、僕この芯が入ってないのが好きで、しっかり芯が入ったタイプ、フロントの部分に形がしっかりできたやつとかもあるんですけども、僕はこのクタッとしたタイプのやつが好きです。もう一つ形の特徴としては結構浅めになってます、この深さが。これもこのキャップをいつも選ぶポイントになってます。で、先ほどもお伝えしたように左後ろ部分あたりにドライフィットのロゴが入ってます。若干反射っぽくなってます。そして後ろのサイズ調節部分なんですけども、商品名の通りアジャスタブルということで、ここでサイズ調節できるようになってます。女性でも男性でも使えると思います。月ママも前のやつ兼用で被ってたんですけども、男女どちらでも使えるぐらいのサイズ感です。一応このバックルの部分にはナイキのロゴが入ってます。このキャップ見分けるときは、この後ろのサイズ調節部分がこのアジャスタブルになってるやつを選べば、他の商品と間違えることはないと思います。あと、まあなんといってもこのドライフィットってついてるやつですね、がこれと同じやつと思ってもらえれば。裏地はこういった感じです。内側にここにナイキのロゴとヘリテージ86ドライフィットと入ってます。以前にもご紹介したあのニューエラーのいつも被ってるヤンキースのキャップもそうですけども、まあ、この基本的にこの深さが浅くて、このクタッとした芯が入ってないやつが好きなんで、これは本当あのニューエラーの920に割と形っていうか、あの芯が入ってない部分だったり深さが浅い感じが結構似てると思います、形的には。ただこのニューエラーはコットン 100% なんですけども、このナイキは機能性素材ドライフィットになってるんで、雰囲気は全然変わります。なんで個人的にはいつもこの服の素材とかに合わせて帽子をチョイスするようにしてます。それでは早速被ってみたいと思います。こういった感じです。僕結構頭大きめなんですけども、このサイズ調節アジャスタブルの部分を結構今広めに取ってるんですけども、するとまあ全然余裕あります。きついことはないです。いかがでしょうか。結構浅めになってます、こんな感じで。ネイビーも意外に良かったです。で、さっきも少し素材のことをお伝えしたんですけども、ドライフィットでポリエステル素材で少し光沢があるんで、で、まあナイキということで、どっちかというとスポーティーな雰囲気になると思うんですけども、なんで個人的には夏の T シャツとかで言うと、あの以前ご紹介したエアリズムの T シャツ、これ今日着てるのユニクロのインラインの裏地がエアリズムで表地コットンってやつなんですけども、このタイプは割とツルンとしてて光沢がある、どっちかというとテック系の素材になるんですけども、そういう時に合わせるようにしてます。さっき比べた920のニューエラのキャップはコットン 100% なんですけども、こっちを被る時は基本的にユニクロユーナーのヘビーオンスのクルーネクティだったり、以前ご紹介したヘインズのコットンクルーネックだったり、キャップの素材と着るウェアの素材を合わせるようにしてます。なんでこっちはコットン 100% で割とカジュアルな武骨な雰囲気なので、 T シャツもヘビーオンスのコットンの 100% の T シャツを着るようにしてます。まあ全然素材変わってもいいと思うんですけども、なんか個人的にはそっちの方がバランスが良くなるかなとは思ってます。
一応キャップがネイビーということで、ボトムスは以前ご紹介したザラのネイビーのパンツを履いてみました。もちろんボトムス黒持ってきてもいいと思うんですけど、あんまり色が僕混じるの好きじゃないので、帽子とボトムスはネイビーにして、まあ、トップス爽やかに白の T シャツを持ってきました。まあ本当でもこのナイキのスーシロゴワンポイントのやつとてもシンプルなので、結構いろんなファッションにハマります。でさりげないんで、洋服を無地系の服持ってきた時に少しこうやって頭にワンポイント持ってくるのおすすめです。このキャップあんまり店頭とかで見かけることがないんですよね。僕もこれ黒買った時に昔アトモスで置いてあったんですけども、最近アトモス行った時はもうなくて、やっとオンラインで見つけたんですけども、ネイビーしかちょっと僕は見つけられなかったんですけども、気になる方は動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、このチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートや商品レビューしてますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。